C の公式 YouTube チャンネルをご覧の皆様、こんにちは。C の代表の篠崎です。今日もアフレコ付きで解説をしていきたいと思います。まず、ブロッキングを取って、これね、ボンの雲のちょっと上で取って、まずアウトラインを切って、で残りはですね、だいたい2つぐらいですかね、2つぐらいにブロックをして、上から落としていって、グラの入り口で切ってる感じです。で今使っているシザーは 70% のセリングで、セリングといっても、一応私の使用用途だと、もうカットしてる。量を減らすっていう意味ではセリングは使ってなくて、この 70% は、あくまでもカットをするということで 70% のセリングを使っていますね。グラの入り口に合わせてカットが終わったら、上の毛はさらにちょっと上げて角の部分ですね、こちらをカットして結構すっきりとしたグラの入ったスタイルを作っています。ここですね、ちょうどこの角の部分ですね。バックのベースカットはもうこれでおしまいなので、今度はサイドへつなげていきますね。しっかりコーミングしてノーテンションでバックとのつながりをカットしています。これは通常のシザーです。こんな感じですね。後ろからしっかりとコーミングをしてノーテンション、ほぼノーテンションでまず一発目のカットをしてアウトラインの長さを確認します。ノーテンションで切った後に指で挟んで少しですね、オーバーダイレクションしながらインナーのチェック等を行いますね。最初からこれで指でポッと挟んじゃうと思ったより短くなることがあるんですね。で、そういったことをですね、ベテランになってくるとだん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 分かってくるので、感覚的に少し逃がした感じでカットされている方も多いと思うんですけど、僕はですね、絶対に失敗したくないので、まず確実にノーテンションで落ちたところを確認して長さをカットしてから指で挟むっていうやり方をやってるんですね。そうすると 100% 失敗はしないです。そして反対側も同様なんですが、実はここがすごく重要で、反対側同じ長さにカットしようって僕最近してないんですね。もちろんね、センターでパートされている場合には左右同じ長さで切った方がいいんですけれども、このゲストもそうなんですけど、少しですね、分け目がセンターではないです。そうするとライトサイド、ヘビーサイドが生まれるわけですね。ライトサイドの方をヘビーサイドに比べて、このくらいの長さでしたら、指1本弱ぐらい短く切ることで左右のバランスを取るっていうやり方をやっています。サイドの毛をバックのグラの位置に持ってきて出てくる毛をチェック。これで無駄な重みというかね、耳の後ろに溜まる重みですね、これをですね、少し軽くしています。セニングがスタートします。使っているセニングはヒサダシザースの 50% セニングですね。
で見ていただくと分かるんですけども、 50% のセリングを使う前から僕こういうふうに細かく細かくセリングを入れていくタイプなんですよ。ガツッと入れる方だと 50% のセリングはなかなか難しいかなとは思うんですけども、僕の場合必要なところにこう前引くような感じでセリングを使っているので 50% でも全く問題なく使用できます。で今はですね、根元の近くをこう削ってる感じ、要はですね、量感と言われているものですね、量感と質感っていう風にセリングのこう入れる場所をですね別に考えていくと、セリングっていうのはシンプルに考えられるかなと思いますね。まあ、毛先をこういう風にやっているのは毛先の質感を変えているところ、根元に入れているところっていうのは量を落としているところですね。で前髪なんですけども、まあ、そのまま 50% のセリングでちょっと削りながら若干短くすると、このゲストの場合には前髪作ってるわけじゃなくて自然に横に流す感じなので、そんなにこう前髪がシビアじゃないので、まあ、50% でそのままカットしちゃってるような感じになりますね。カットが終了になります。ここまでがだいたい12分ですね。でここで僕が何を伝えているかっていうと、まあ、後ろ今触りましたけど、まあ、ここは企業秘密なのでみたいな、まあ、僕じゃないとこのカットできませんよっていうようなことを、まあ、伝えているわけですね。カットっていうのはそれぞれ皆さんお上手だと思うんですよ。だけど上手いかどうか、あなたのカットは私が一番よく分かってますっていうのを伝える営業力というか、こういうのもすごく大事だと思います。はい、シャンプーいってらっしゃいっていうことですね。一応ね、10分のプチスパのメニューになってますね。でドライ後なんですけども、風を送りながら重たい場所に、これもね 50% です。 50% なんですけども、重たいところを中心に風を送りながら撮ってますね。でこれはまあ演出効果もあるんですけど、風に吹かれてる時に、まあ、綺麗に整えてあげるとどういった場面でも綺麗になるので、ちょっと風に吹かれててくださいねみたいなことを言ってハサミを入れてますね。こちらが久田シザース 50% のセリングになります。概要欄にリンクが貼ってありますのでチェックお願いします。ドライカットは、まあ、ほぼちょっと触る程度で約3分、これは N ドットのバームですね。でそれもちゃんと説明をしてこういう感じですよっていうのも毎回毎回しっかり説明します。
ちょっとね、ここで皆様にお願いがあるんですけども、ぜひね、一度自分がカットしている姿みたいのを動画、今携帯で簡単に撮れますので、動画で撮っていただいてチェックしてみていただきたいんですよね。多分僕のサロンワークを見て、何これ普通じゃんっていう人が、まあほとんど見てる方はそう思うと思うんですけども、まあ普通なんですよ。じゃあその普通に自分ができてるかどうかっていうのをチェックするっていうのもすごく大事です。僕はこれで気づいたこともいくつかあって、まあカットの時に口開いてるなとかね、そういうこう自分のあまり良くないところも見えてくるので、まあ、人の振り見て我が振り直せではなくて、自分の振り見て我が振り直せ、今はそうだと思います。ぜひチャレンジしてみてください。これでほぼサロンワークは終了になります。で、今伝えていること、これからね、少し秋冬に向けて伸ばしていこうっていう話をしてるんですね。で、割とショートに切ってあるので、まあ、ダウンを減らす、要するにグラを減らしてボブに近づいて肩口まで伸ばしましょうみたいな、まあ、そこまで、まあ、約3ヶ月から半年ぐらいの間かかるから、そこまでこういう風にしましょうねみたいな話をしてる。そしてちょうど半年ぐらいには希望のスタイルになるよっていう話をして終わりにしています。それでは最後までご視聴ありがとうございました。この動画良いと思いましたら、高評価のグッドマーク、そしてチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではさようなら。